慈济大学智慧永续管理学院和日本大手前大学经营管理学院7年前签订了姐妹校，最近呢又签下短期交流 MOU， 来交流之后可以取得对方学校的学分。这一次日方有8名师生到慈大进行短期课程研习。每个品项成一个月的存货周转率。老师一边上课，慈大学生一边帮忙翻译，让日本大手前学生能充分了解课程内容。今回台湾で何回か授業を受けたんですけど、全てこうグループワークというか、ちゃんと仲間とのコミュニケーションで、先生ともしっかりコミュニケーションを取る、しっかりこうお互いが意見を出し合う環境での授業やったんで、すごい刺激的で、個人的には楽しかったです。签约合作备忘录，双方学生透过短期课程交流，可以取得彼此的学分。未来也希望朝双联学位的目标迈进。我们规划呢，未来啊，除了学生交换之外呢，我们也希望老师们也可以有一些交流。那么甚至呢，一起来进行一些这个学术的研究。我们将来的合作呢，会是长长久久的。通知大学のような名門の大学と大手前大学が提携を結べたことは大変嬉しく思っております。你好，我是竹简爱学，谢谢。强化外语能力，累积专业知识，是8天课程交流的重点。今回参加したのは台湾人の友達がいてて、バイト先に。ね、その人に中国語を教えてもらってコミュニケーションを取っていくうちにその楽しいなって感じて、 なので今回の参加を決めました。友善热情的互动，打破语言隔阂，更打开学生们的国际视野。大爱新闻阮乃宏、刘宏志、邓明仪花莲报道。